はい、皆さんこんにちは、杉山先生です。今多くの企業でテレワークが導入されていますよね。現時点ではテレワークに十分対応できているのって大企業が多いと思うんですけど、中小企業なんかも今急ピッチで体制を整えて少しずつ導入が進んでいると思います。ところで皆さん、テレワークってテレプラスワークですよね。でテレって遠隔って意味だって知ってました？私はてっきりテレフォンワークの略だと思っていて、いや今時電話なんてしねえしって思ってちょっとバカにしてたんですけど、いやそれは本当に私の無知でしたね、恥ずかしながら。ということで、まあそんなことも知らなかったんですけど、実は私1年前ぐらいから外に出て仕事をするのと家で仕事をするのと大体半々ぐらいの割合になっていました。でここ数ヶ月、半年ぐらいかな、はもう8割家で仕事をしているっていう風に働き方をねかなりシフトさせてきていました。もともとは中学校の教師だったので朝7時から夜8時までずっと学校にいる、土日も学校にいるみたいなのが当たり前だったんですけど、まあなので最初はねなかなかこう家で仕事するっていう感覚になれなくて、かなり苦労しましたが、最近そのコツのようなものがね見えてきたので今日はそれをシェアしたいと思います。ということで今日は在宅ワーク、テレワーク、リモートワークのメリット、デメリット、そしてコツについてお伝えいたします。このチャンネル、スギティチャンネルではです、私元中学校教師の杉山先生が好きを仕事に自分らしく生きるというテーマで動画をお送りしています。よかったらチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。早速本題に入っていくんですけど、私は基本テレワークってメリットしかないなと思ってます。というかそもそもなんで会社に集まって仕事をしないといけないのか、それはですねもうずっと前の話なんですけども、産業革命とかそれくらいの時代から定着していった方法なんですね。で効率的に生産していくためのシステムですね。多くの労働者を一箇所に集めて、でその中で選ばれた管理職がその人たちを管理すると、その中で生産活動がスムーズにいくように役割分担を決めて組織化したりマニュアル化したり、労働者はその中で兵隊のように従順に効率的に働いていくと、そういうシステムが産業革命以降資本主義社会の中で構築されていったんですね。そういうシステムが最も効率的だったということです。昔はそれが効率的だったんですけど、だんだんと機械にできることとかね、 IT、AI にできることが増えてきて、通信技術が進化してきたので、わざわざ人が一箇所に集まって仕事をする必要性ってそんなに今はなくなってきていたんですね。じゃあさっさと切り替えればいいじゃん、なんで切り替えないんだっていう話だと思うんですけど、そんな簡単な話でもなくて、リモートワークに切り替えるためには、じゃあ家で使うパソコンはどうするんだとかね、システム、会社でしか使えなかったシステムをどうやって家でも使えるようにするのかとか、いろいろ整えていくのにお金も時間もかかるわけですよね。プラス今までそういうシステムでやったことがないのでどうなっていくか不安と、管理できるのかということで、まあそういうような理由でなかなか導入されてこなかったと、まあそういうことだと思います。ただ今回強制的に今の時期こうリモートワークに切り替えざるを得なくなって、あ、これなかなかメリット多いんじゃないかなっていうふうなことに気づいた人も多いんじゃないかと思います。一番メリットなのは、まあ効率的になるっていうことですよね。例えばハンコを押してもらうためにこういろんな上司のところに回るとか、部長が他の人と長話しているのを待っていてね、延々と待っててようやく順番が空いたと思ったら離席しちゃうとか、そういうようなことがなくなりますね。ポンとメッセージを送っておけばいいっていうだけの話なんで。はい、2つ目、これもめちゃめちゃメリットなんですけど、移動時間が削減できるっていうことですね。まあ静岡の場合そうでもないんですけど、まあ都会の方だと満員電車とか朝の通勤渋滞とても苦痛だと思うんですよね。ただでさえも多くの人はね、多分ですよ、嫌な気持ちで会社に向かっているのに、もうその通勤のせいで余計イライラが募ってストレスが膨らんでいくよと。まあ例えば電車で20分だとしても、なんだかんだでこう乗り継ぎとかね、そこまでの移動とか含めると片道40分とか1時間ぐらい下手したらかかっちゃうんじゃないかなと思うんですよ。そうすると往復で2時間ですよね。多くの人が毎日2時間の苦痛な時間から解放されると、それめちゃめちゃメリットですよね。で3番目、これはですね、無理して人に合わせるストレスから解放されるということです。会社の中には仲いい人もいるし、仲良くない人もいると思うんですよ。あと自分と相手のペースって絶対違いますよね。相手のタイミングと自分のタイミングって絶対違いますよね。怒るポイントも違うし、集中できる時間帯もなんか物音一つに対しても感じ方ってすごく違うと思うんですよ。で会社っていう組織の中でみんなで集まって仕事していると、自分の主張ばかり通るわけじゃないので、もうなんとなく周りに合わせてちょっと無理しながら生きてるわけですね。まあ例えば雑談一つとってもそうですよね。上司からしたら部下とのコミュニケーションとかね、気遣いとか優しい声かけだと思っていろいろ積極的に話しかけてるんだけども、部下からしたらもう今仕事してんだよみたいな、もうただの自慢話とか愚痴とか無駄話、もしくは探り入れてるみたいな、監視されてるみたいに思ってしまうことすらもあると。
ということですね。そういう場面でいちいちムカッと来ることがお互いに減るということなんで、そこもめちゃめちゃメリットなんじゃないかなと思います。そういう話をすると、まあ老害っていうんですか、マウントおじさんっていうんですかね、そういう人たちは、まあ、そういう経験も人生には必要だとか、人は一人で生きているわけじゃないみたいなことを言う人いるんですけど、まあそれちょっと論点がずれてて、精神の修行のつもりで会社に行ってる人はそれでもいいかもしれないんですけど、多くの人は仕事をしに行ってるわけで、できればストレスフリーに働きたいと、ストレスフリーに楽しく仕事をできるっていうことを一番望んでるはずです。そこで、まあ、上司に嫌なことされて、こう心を鍛えたいみたいな人ってあんまりいないと思うんですよね。ストレスフリーで働くためには、そういう無駄なストレスをから解放されるっていうのも一つ大事なことなんじゃないかなと思います。またくれぐれも言っときますけど、忍耐力とかね、経験とか協調性を否定しているわけではないです。4つ目、いじめがなくなると思います。SNS とか LINE 上でのトラブルって結構話題になるじゃないですか。ニュースになりますよね。ただこれってね、なんか炎上しましたとかニュースでめちゃめちゃ取り上げられてるので、もうまるでそういうことばっかり起こってるように感じちゃうんですね。これ心理的なバイアスなんですけど、心理的な、なんて言うんだろう、偏見っていうかね、思い込みですね。思い込み。実はその SNS とか LINE って、まあ LINE なんか7000万人以上使ってるって言われてるんですけど、多分リアルでのトラブルとかいじめに比べれば、 LINE 上でのトラブルとか問題ってとっても少ないと思うんですね。で、リアルのいじめの方がずっと陰湿だし、解決しづらいです。なんでかっていうと、 LINE とか SNS で脅迫とかいじめのようなね、文章が来たりデマを流されたら、そんなの学校とか職場とか関係なく、もう警察に行くじゃないですか。アカウントも特定できるし、 SNS とか LINE でのいじめって嫌がらせしたとしたら証拠が残っちゃうんで、あと嫌だったらブロックするとかね、そのグループを辞めるっていう選択肢もあるわけですよね。なんでリアルの学校とか職場でいじめが起こるかっていうとですね、なんでリアルの学校とか職場でいじめが起こって被害者が自殺まで追い込まれるかっていうと、明日もまた会うからですよね。で、明日も会ったらまた嫌がらせされると思うからですよね。だから我慢せざるを得ないと。ただもう、例えばもう SNS 上オンラインでのつながりがメインになったら、もう抜けたら関係ないわけですよ。ほぼほとんど会わないわけですよ。そういう状況だったら、もうそのグループから抜けるとかブロックするとかっていう選択肢が取りやすくなるので、いじめとかが減っていくと思います。それから、まあ、今までメリットについて言ったんですけど、逆にデメリットも多少ありますね。デメリットというか、まあ、私はそんなデメリットに感じないんですけど、一つ目は自己管理のスキルが問われるっていうことですね。これは結構ね、多くの人にとっては大事なことだと思うんですけど、今までね、私フリーになってからもういろんなプロジェクトとかオンラインの企画ですね、いくつもやってきたんですよ。そういう中でかなり多いのがですね、タスクとかスケジュールを忘れる人、あとやらない人、あと返事を返さない人、締め切りを忘れる人、こういう人結構います。こういう人っておそらく今までは、じゃあ会社の中でね、うまくやっていけてないかっていうと、多分会社の中だったらそれなりにうまくやっていけてると思うんですよ。じゃあなんでオンラインだとできないかっていうと、今まで組織の中にいるから誰か面倒見てくれてたんですよ。さりげなくやったかとか声かけたりね、まあさりげなくこう隣で、あああれやんなきゃなとかって言ってやってたりとかすると、あそうだったっつって隣で一緒にやるわけですよね。そういう環境でまあ守られてたわけですよね、ある意味。なのでそこから一人でオンラインで仕事をするとなると、かなり自己管理能力が問われることになります。で、まあ、これができない人はちょっと在宅での仕事は無理だと思います。で、2つ目、気持ちの切り替えが難しいってところですね。会社に行く、会社から帰るっていうね、このことである意味仕事モードとプライベートモードと気持ちを切り替えれるっていう人も多いと思うんですけど、家で仕事をやるともう朝なんとなく起きて、なんとなくスマホを見て、そのうちなんかスマホの中に Gmail に来ている仕事の情報もチェックしたりしながら、 SNS もチェックしながらなんてしてるうちに、なんとなくお昼になっちゃって、お昼ご飯食べながらまたメールチェックして、そのまま仕事なのかプライベートなのかわからないうちに午後が終わって、結局夜遅くまでなんとなく作業をしてるっていうことに陥りがちです。それが2つ目のデメリットですね。3つ目のデメリットはですね、今言ったこととも関係するんですけど、そんな感じでなんとなくダラダラ働いていると、結果的に労働時間ってめちゃめちゃ長くなります。いつでもミーティングできると、お互いに分かっている状況だと、隙間時間にどんどんミーティングが入ってくるんですね。夜とか、深夜とか気づくと、結果的に週休0日長時間労働というような状況に陥っていることが多いです。あと4つ目、これはです、働く環境によって仕事のパフォーマンスがすごく左右されるよということですね。会社には大体安定的な環境があるんですよね。物理的な面でもそうだし、心理的な面、会社に行けばまあ安心してね、仕事ができるというか、まあ誰かが怒っていても一日中ビクビクしながら仕事をするっていうこともないですよね。
ありますね、よく。ありますね、きっと。まあでも、そういうこともたまにはあるんですけど、まあ、多くの場合は安定して学校、職場だと仕事ができるよと。ただ、これが家だとどういうことが起こるかっていうと、まず、物理的な仕事をする環境が整わないことも多いですし、心理的な面で言うと、例えば不機嫌な妻にね、ビクビクしながら、もう仕事をすることになるとか、夜中にね、息を潜めて、ズームでミーティングするとか、そういうこともよくありますね。まあ、うちの場合はですね、犬を飼ってるんですよ。春になると、発情期になってめっちゃ泣くんですね。もうこの YouTube の撮影中にもですね、もう向こうの隣の部屋でめっちゃワン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 吠えて、もう遠吠えめっちゃしてるんですよ。で、もう何度も撮り直しになるというようなね、そういうことも起こります。最後、デメリットの最後は体がなまるっていうことですね。通勤ってまあデメリットでもあるんですけども、ある意味、こう体を動かす機会でもあるんですよね。家で仕事をしてるともう下手したら一日の大半椅子に座ってるということになって、もう肩こりとか腰痛とかにもなりやすいですし、精神的にもちょっとなんか、なんとなくモヤモヤするような感じになったりしますね。決して、安倍総理のようにソファーでくつろいでね、こうやって、紅茶でも飲みながら、こう、仕事してるみたいな、そんな優雅な在宅ワーカーはあんまりいないと思います。ということで、では、どうしたら、その在宅勤務を充実したものにできるかという話なんですけど、そのコツのようなものを紹介していきたいと思います。まずですね、一つ目は、朝ちゃんと身支度を整えるということです。これがもう一番大事。まあ、整髪料つけたりとかね、お化粧までバッチリやるっていう必要はないんですけど、少なくともそのままパッとなんか出かけられるぐらいの身支度は整えておきたいですね。まあ、それが気持ちの切り替えにもつながります。まあ、ちょっと余談なんですけど、テレワークになると、化粧品とか香水の売り上げがちょっと落ちそうですよね。二つ目、これはもう自分への戒めでもあるんですけど、ベッドでスマホを見ないっていうことですね。私の場合ね、仕事の多くのやり取りを LINE でしてるんですよ。だいたい7割、8割ぐらい LINE じゃないかな。あと残りが、まあ、Facebook のメッセンジャー、メール、チャットワーク、SNS の DM で仕事のやり取りをして、それだけでほぼ進んでいくんですよ、仕事が。で、そうすると、仕事のやり取りってほぼスマホでも完結しちゃうんですよね。まあもちろん長い文章とかは Mac で送った方が早いので Mac でやるんですけど、短いやり取りだったらスマホの方が全然楽なんですよ。で、そうすると仕事の半分はもうベッドの上でも全然完結しちゃうんですね。なので下手したら朝起きてベッドの上でメールとかメッセージチェックしながら、もう午前中いっぱいそこで仕事をするみたいなことも時々あるんですよ。でもこれってまあ楽なんですけど、効率は良くないし、まあ気持ち的にも良くないので、ベッドの上ではスマホを見ないというルールを設けたいなと思っています。はい。その次はですね、スケジュール管理、タスク管理の力を身につける、スキルを身につけるということです。教員ってめちゃめちゃ仕事が多いんですよ。なので、私教員時代にスケジュール管理とかタスク管理についてはもうかなり勉強してきました。でも、まあ、いろいろ難しい話もあるんですけど、そんなに難しく考える必要はなくて、気をつけるべきポイントは2つです。1つは、スケジュールは1つの手帳に書くということです。デジタルでもアナログでもどっちでもいいです。これがカレンダーに書いたり、メモ帳に書いたり、手帳に書いたり、スマホに入れたりっていう風にするとスケジュール管理できない元になるので、必ずもう一つのポケットに入れるっていうのがポイントです。2つ目、タスクは頭で管理せずに書き出すっていうことですね。頭にあれやんなきゃこれやんなきゃっていろいろ覚えていると、それが気にかかってすごく生産性が落ちるので、紙でもアプリでもいいので、とにかくやるべきことはタスクを外に書き出しておくっていうのが大事です。はい。3つ目、あとですね、運動についてなんですけど、まあ在宅勤務だとね、なかなか動く機会が減るので、こう動く機会を意図的に仕事と仕事の合間に入れていくっていうことですね。例えば午前中いっぱいガーッと仕事をして、お昼ご飯を作って、食べる。で、午後またガーッと仕事をして一回犬の散歩に行って、またそこからガーッと集中して仕事をして、夕飯の買い物に行くとかっていうような感じで、ある程度こう仕事の区切りをつけて、そこに効果的に動く時間を配置していくっていうことですね。そうすると、オンとオフの切り替えをしながら、体も心もリフレッシュして仕事に臨めると思います。最後ですね、コメントいただいて、テレワークとかリモートワークに必要なものって何ですかっていう質問をいただいたので、それについてお答えして終わりにしますね。まあ一つ目はですね、ちゃんと仕事をできる空間ですね。まあ空間って言っても、まあ個室じゃなくてもいいんですけど、まあせめてちゃんとした机と椅子は欲しいですね。家で勉強したりとか仕事したりするときね、まあ
ちょっとの時間だったらなんか本当に段ボールひっくり返してその上で勉強やるとか、その上でパソコンやるとかでも全然いいんですよ。なんかちっちゃいちゃぶ台みたいなのの上でねパソコンやるとかでも全然いいんですけど、それってもう本当普段会社で仕事してて帰ってきてちょっとやるだけだからそれでいいんですよ。もう一日中家でやるとなると本当にそんなんじゃ一日で体持たなくなるんで、ちゃんとした机と椅子は必要ですね。まあ、最近ちょっと注目されてるのはスタンディングデスクって言って立ちながらパソコンをやれる高さの机はがすごく注目されています。なんかやっぱ私はまだあんまり使ってないんですけど、立ってやる方が健康にもいいし能率も上がるっていう科学的なデータがあるみたいです。2つ目は、スマホかパソコンですね。3つ目は Wi-Fi、まあ、この辺は説明不要だと思います。4つ目はスマホスタンドですね。スマホスタンドあるとめちゃめちゃ便利です。単純作業しながらなんか YouTube 見たり音楽かけたりっていうのもできますし、まあ、スマホでこっちでホームページ出しておいてこっちで入力するとかそういうような使い方もできます。5つ目、これはもう今必須になってるんですけど、マイク付きのイヤホンかヘッドセットですね。Zoom とか、まあ、LINE のビデオチャットでオンラインミーティングするときって必ずこれが必要だと思います。まあ、スマホとかパソコンだけでもできるんですけど、その本体でやろうとすると声が小さかったり、じゃあ音量を大きくするとハウリングを起こしてすごく聞き取りにくかったりするので、このマイク付きのイヤホンヘッドセットが必要になってくると思います。マイクだけイヤホンだけでも個別に用意しても別にいいんですけど、まあ、セットの方が楽にセッティングしたりできるかなと思っています。はい、ということで今回は在宅勤務、在宅ワーク、テレワーク、リモートワークってどうなの？それを充実させるコツみたいなことをお話ししました。こんな感じでこのチャンネルではですね、好きを仕事に自分らしく生きるというテーマで動画をお送りしています。よかったらチャンネル登録、いいねボタン、コメントお願いします。それではまた。